こんにちは、スイッチマンです。スパロボインパクト第49話始めていきます。前回は、なんでしたっけ。そうそう、なでしことマシンロボでしたね。どちらも若干、うざい印象しかないので忘れてました。今回はシーマ様がお越しくださいます。すぐにお帰りになる上に、遠くにいらっしゃるもんだから、移動力上げる強化パークをつけております。改造は何もしません。それでは始めていきます。それではスタートです。シーマ様がなんだか思わせぶりなセリフを言ってます。本来ならば4ターン目にガトーが現れて、ソロモンに核を打つイベントが起こります。ただ、地上編の、強襲、でガトーを撃墜していると、ガトーは現れず、核のイベントも起こりません。シーマ様も4ターン目のエネミーフェーズに撤退しちゃいます。シーマ様の思わせぶりなセリフは、ガトーがやってくることを言ってるようですね。ちなみに、クルアーマー100式会はソロモンが核で破壊されるという、できなくなるので、地上編でガトーを撃墜しておく必要があります。で、ことで急いでシーマ様に向かい、倒します。僕は人の確認もしない。ハンドビーム。やった。ダンクーガー、ダンボット、ダンガイオー以外の機体はソロモン方面へ向かいます。ソロモンには敵増援としてゴーマンがやってくるので、そのためです。さて、サクッと行くわよ。うわ、待てよ。ヒカルとアキトには幸運使って倒してほしい敵がいるので、なでしこで運びます。ほんと、シーマ様が遠いです。強化パーツとか速使ってギリギリですからね。シーマ様が落とす強化パーツがメガブースターなのは、そういうことなんでしょうね。
が来るまでこの辺の雑魚を片付けておきます。死ぬのか。シーマ様、愛部隊はひたすら加速で移動です。艦首、敵へ向けてください。了解、ミサイル発射。やれるさ。とどめ。すごいすごい、さすが。やっぱり遠いシーマ様。ゴーマンがやってきました。ゴーマンは HP が減っても撤退しないのでぼちぼちやります。この辺のミニ砲から片付けていきます。徹夜ならジューナスでもいけますからね。宝石ビーム一撃ダウンだ。ヤマリアじゃ、こうはいきません。戦闘のプロとしての意地は見せることができてるのではないかと思います。こうやって、マリアがブレイトを使うことを正当化してます。なんせ、マリアはコウジからマジンガーも奪ってますからね。コウジやテツヤからしたら、ある意味ガトーよりタチが悪いかもしれない。続いて砲撃、撃て！テイ！やられた！ゴーマンはマリアで倒そうと思うので削っていきます。ダブルハーテン。
だ。これが貴様の尽力か。この俺に勝てると思っているのか。フリード星の守護神、そんなものは通用すると思うな。やっとゲルググまで届きました。シーマ様は次のターンで倒してしまわないと絶対しちゃいます。ジャンボのバターをくれ。だがこの程度ならまだ。沈め。いらでもガイドもらえぜ。やっとランバを飛ばせます。ミア、ランバ、はい、行くぞ。ブーストナックル。思いついたり。これって私が乗ってる意味あるの？ありますとも。何とか3機とも、次のターンにはシーマ様のとこまで行けそうです。行くぜ、ダンクーゲン。残ってる雑魚から行きます。ダーッ。くそ、ダメか。よし、ではシーマ様をむちゃくちゃにしてやります。超能力に始まり、最後には三日月の刻印を刻んでやります。みんなの命、俺が預かる。任せたよ。いや、頼むわ、ロール。サイキック残弾行く。サイキックウェーブ。サイキックトーン。かわいいね。さあさあ、踊っておくれよ。当たってやるわけにはいかん。行くぜ、ダンクンホー。 なんてパワーだい。さあ、おとなしくしてな。すぐ楽にしてやるからね。効かないね。さすがダンクンや、ご機嫌だね。まったくだぜ。カカベ、敵の弱点が分かったわ。よし、行くぞー。サボットマーク。やられた。セブンね。けど、今日のところは見逃してあげるよ。手のかかる熟女だぜ。アキトとヒカルにはビグザムを倒してもらいます。
今回登場した敵の中では資金多い方なんで、この二人の仕事はこれだけです。確か資金6000なんで、ヒカルで幸運使って倒せば1万8000です。攻撃ポイントの位置確認、突き刺しよ。このままで済むと思うな。では、ゴーマンをマリアで倒します。この俺に勝てると思っているのか。なんとか勝てるんだから。覚悟しろ、この勝負僕らの勝ちだ。スクリュークラッシャーパンチ。バカな、この俺が負けるというのか。あとは、ザコだけです。いただき。その位置はまずいでしょう。これで敵の増援は片付きました。シーマ様がいればどうなってんだいと言いながら撤退していきますが、いないので変な感じになってます。遅すぎるダブルゼータの登場。手動に仕事はありません。変に下にいるダブスレイにちょっかい出すと面倒なことになるので、手動にはじっとしててもらいます。来やがれ
桟橋から撃ち落としてやせ。見切った。よし、ぶつかわせ。ダンク砲フォーメーション。さて、俺は死ぬのか。ブーストナックル。助けて。こら、勝手に飛ばすな。では、ビグザムに取り掛かります。しかないんだ。いけー、元気がー。ふやー。強い。とどめ。自分のおかげか。大したことない。リグザムとは思えない弱さです。これではドズルも浮かばれません。60m のビグザムを 6m のエスケバリスが殴り倒しました。よく考えたらすごい絵だ。では、ラストビグザムです。いただき！8000は助かりますね。量産化できてるならもっと出してくれんかな。では最後の敵はなでしこで倒したいので、弾劾王で手加減します。ジュークは手加減覚えるくせに不器用が低いとかどうなっとるんだ。不器用がジオンの一般兵以下とかやばいだろ。統率でクリティカルばっかりだから、それなりに技量高いと思ってました。
次から次へと忙しいことです。とりあえずダブルデータが加入したのは大きいです。さらに手動は幸運持ちですからね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。